はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、こちら群馬県の永久屋さんに久しぶりに来ております。以前のですね、書かせていただいたサインを見ると約4ヶ月ぶりということで、今回ですね、もう僕の目の前に来ております。3キロカレーに挑戦しようかなと思っております。こちらのねメニューなんですけれども、以前ゾウくんがですね制限時間5分で挑戦しているものとなっておりまして、僕も今回はこの3キロカレーに制限時間5分で挑もうかなと思っております。で、前回ですね永久屋さんに訪れた時に、次こそは普通のねこの永久屋さんで提供されている丼物を食べたいななっていうね、ちょっとお話もさせていただいたので、今回は3キロの重量ですし、これを食べた後にゆっくりとですね通常の丼物も食べていこうかなと思っております。で、僕もそうなんですけれども、おそらく視聴者様もそうでしょう。このね3キロっていうサイズになると小さく見える、もうねちょっとね感覚が麻痺してるというかバグってるんですけど、これ十分でかいです久々のねガチチャレンジということで、ちょっと緊張しておりますけれども、本日はしっかりとガチで挑んだ後に、この永久屋さんのご飯ゆっくりとね味わわせていただこうと思います。ちなみに飲食店で提供される一般的なカレーのサイズは約 300g、 つまり今回のカレーは約10人前の超デカ盛りサイズ。いつもの大きさに比べれば小さく見えますが、並盛りカレー10杯を5分以内に食べなければいけない鬼畜仕様の激ムズチャレンジなのだ。レスキュー、4ヶ月ぶりに火傷しないようにペダル準備してね。お願いします。いくぞ。はい、3、2、1、スタート。お願いします。ちょっと遅いな。
はい。メロリンちゃん、レスキュー。4ヶ月ぶりに火傷しないようにペロリンチョ見してね。お願いします。行くぞ。はい。3、2、1、スターティング。はい。あ、ちょっと遅いな。おい、メロリンちゃん。ということで本日は残り1分47秒ですから3分と13秒ですかね。マジですか。はい。で完食させていただきました。一旦ね、ごちそうさまでしたということで。あ、ということで改めて、本日ちょっとごめんなさいね、普段に比べると、若干、ちょっと早食いなのでね、ルー、等ですね、お皿に残っている部分もありますが、本日の、ね、結果は3分と13秒という形で、この3キロカレー完食させていただきました。もちろんですね、今このお話ししてる感じ見て分かる通りお腹余裕がございますので、この後、通常のね丼物も楽しんでいきたいと思います。ということでですね、本日追加した料理が到着しました。今回ですね、追加させていただいたのがこのカツ丼のセットで、冷たいうどんと単品で、こちら唐揚げをね2枚注文させていただいたんですけれども、なぜかですね足んなかったらってことで追加でお蕎麦も来ました。今この卓上だけでおそらく通常の方でね言うと3人前ぐらいはねあると思うんですけど、この後もゆっくりいただきます。多すぎる。やっぱねこの AQR さんといえば、もともとねそば処と店名にもついてあります。このおそば屋さんのカツ丼めちゃくちゃうまいですから、光っちゃって分かりにくいと思うんですけど、このプルプルな感じね。うまっ。
缶切れの後でも美味しいです。なんか出てきたな。ちょっと今ですね、丼の底から定食屋さんらしい揚げウインナーが出てきました。これ完全に今日腹いっぱいにして返す気だな。ちなみにですけど、大食いの方の YouTube だけを見ると、この影響案さんってね、チャレンジメニューだったりとか、とんでもないデカ盛りがあるお店、まあ、そういったねイメージが強いと思うんですけれども、もともとですね、このお客様、学生の方とかも多くて、値段も安くで、並盛りですらもいわゆるデカ盛りサイズのね、腹いっぱい食べられる素敵なお店なんですけれども、今回はカツ丼ですけど、それ以外にもいろんな丼物とかね、お蕎麦でうどんとありますので、気になる方はですね、ぜひ一度この永久庵さんのね美味しい料理を並盛りでね食べに来てみてください。じゃあちょっとそろそろね、僕の大好きなこの唐揚げいっちゃいましょうか。この唐揚げ、僕の動画で言うと何度もですね、この2キロのおけ盛り早食いチャレンジとかでもね食べている大好きな唐揚げなんですけど、今回ですね、こちらの唐揚げ単品でね注文させていただいてますけれども、それ以外もですね、このカレーであったりとか、もちろんお蕎麦、うどんを注文していただければ、別途ねトッピングで追加できますので、これが食べたいよっていう方はぜひ一度お試しください。やっぱうまいな。この食感のサクサク感ですよ。で、肉汁もすごいしね。カメラ越しで伝わりますか？この肉汁のすごさ。これがね、たまらなく好きです。この唐揚げ最後の1枚はマヨネーズぶっかけてね。本日これ最後ね、ご厚意で愛情でいただいたお蕎麦ですね。いいしょ。
けどね。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちら僕もいつもお世話になっている AQ1 さんでですね、ちょっと早食いめの大食いチャレンジ3キロのカレーですね、挑ませていただきました。もちろんですね、そのカレーも美味しかったですし、量的にはね全然お腹に余裕がありましたので、紹介がてらこの AQ1 さんで提供されている通常の丼物のセットですねいただきましたけれども、やっぱりねいつねこの AQ1 さんに撮影来ても幸せです。ありがたいことにですね、このお客様常連様ですね、大食い見てくださってる方も多くて、いつもねこのチャレンジ来るとお声掛けをいただいたりとか、やってる最中もね応援していただいて、すごくねこうやる気に満ち溢れたチャレンジ挑戦ができます。いつもであればそのでっかいものを食べるとねパンパンというか、僕の動画で言うと半分以上は完食できずにね持ち帰りさせていただいてるぐらいとんでもない量が出ますので、本当に帰りの運転もきついぐらいなんですけれども、今日はねだいぶお話をする余裕もあるぐらい、一番お腹具合ではちょうどいい、形で帰れるかなと思いますが、しかしですね、ちょっとサービスでめちゃめちゃな量のお茶が、ちょっといただいておりましてですね、これを飲むとパンパンになると思いますので、この後ですねゆっくりとお茶を飲んで腹パンパンになって帰りたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。